ギ魚戦記は、吉村夜による日本のライトノベル。一巻相当のギ魚戦記のイラストは、岡間が担当、二巻相当のレストハーウィン製に願いをは、シーショーが担当、単行本務収録の月刊ドラゴンマガジン増刊を、荒泉類が担当、富士見ファンタジア文庫から、二巻まで刊行された、銀河系全土へ開拓と植民の波が押し寄せた、大進出時代。 人類は発祥の地である太陽系を中心にして、半径五千光年までの中域に進出していた。三百年前。平和を維持してきた銀河連盟が大恐慌によってあっけなく、崩壊してから峡国が争う、大戦国時代が幕を開ける。四十年前。数ある峡国の中でも腰に入るアルゴ帝国が、ホルテス氏も政権を占領下に収め、軍と政府は解体され、 どがつくほど田舎の生計に暮らす、ホルテッシモ人は、日用品の使用にまで差別され、アルゴ帝国の支配の中で日々を過ごしていた。20年前、ホルテッシモ生計災害演武にて一石の、純々洋艦が、我、デビルフィッシュとコーセンスと、謎の緊急通信を最後に通信途絶したのを、きっかけに、事態は動き出す。 当初は老朽艦の整備不良による不幸な遭難事故と思われていた出来事だったが、調査を進めていくうちに信じられない真実が発覚する。準々洋艦が交戦した相手は銀河系の外からやってきた宇宙人。しかも一方的に突っかかっての自滅した事故だと判明した。そして宇宙人がホルテッシモ生計を訪れた目的とは、なんとお嫁さん探し。 アルゴ帝国の支配から脱したい地下組織ホルテスシモ軍は宇宙人の強大な力を借りるために必死になってお嫁さん候補を探し続けた。そして現代、友人惑星ピアニッシモの星立学校大セブン号中東部に通うレスタンティと宇宙人ハーウィンの運命がついに交錯する。炭素を基礎とした生物である。二重螺旋型 DNA を持つ生物である。 ある一定以上の知能レベルを持つ知的生命体である女性である美しいこと2000年1月発売 ISBN978 から48億2912万94182000年9月発売 ISBN978 から48億2912万9890ありがとうございます